憲民主党 CLP 問題で審議枠、これもね国家無理のままなんだよね立憲は。そうですね、うん、これおかしいでしょこれどう考えても、はい、福山の責任があるんだけど追及しないもんねこれ、はい、だ中立のように見せかけといて、うん、まあ、ネット放送をやる形にしてたけれども立憲側がお金も出してたし、うん、立憲側を支持する人たちばっかり出してた、うん、望月磯子とか含め、望月磯子とかね、はい、うん、あと津田大輔とかやってたわけですよ、はい、片棒担いでたんですよね、うんうん、ずっと、まあ、津田さんとか知らなかったっていうふうに言ってましたけど、まあ、知らなかったと言ってるんですけどね、はい、うん、知らなかったじゃ済まないんだよこれ、うん、でダッピーの問題の時ね、そうです、自民党がやってたっていうんでね、はい、大問題にしながらね、そうです、自分たちはもっとひどいことやってたわけですよ、はい、うん、そうです、うん、自分たちも金出してたわけだから、はい、ダッピー問題とちょっと違うんですね、はい、これ、うん、公共のためにお金持ちがメディアにお金を出すことは何の問題もないと思う、問題は政党からの支出ですね、もう一つはそれが秘匿されていた状態で外向けには公共のメディアなんですと言っていたところが問題、3000万円以上集めて今マンスリーサポーターから月数百万円5000万円入っていることを考えると脱皮問題よりも問題ですよと、それはその通りなんです、うん、はい、でもこの津田大輔とか望月磯子とかが、まあ、告発したっていうのがまたここになんか裏があるんじゃないかと、そうそうたるメンバーなんですよね、で抗議してるのが、この津田とか望月はその CLP 問題を批判してるんだけど、はい、で自分たちがね、はい、何遍も出てるわけ番組に、そうです、はい、でそのことはどうなのと、はい、詳細の公表と出演者、視聴者、サポーターへの謝罪、第三者による徹底した検証など真摯な対応を求めますとこう言ってんだけどさ、うん、はい、じゃあ自分たちは何なのと、うん、それ出ていろんなこと喋ってたんでしょ、はい、望月さんもとても失望しショックを受けた、サポーターや支援者も同じ気持ちだと思う、権力とメディアの距離は常に問われるテーマとこう言ってんだけどね、はい、うん、だけど CLP の広告というのは存在だったんだけど、うん、なんなんだと、そうですね、うん、そのことについてちゃんと謝罪とかさ、うん、してんですかこれは、はい、うん、福山事務所の回答をもとに立憲の政治資金収支報告書に記載された該当支出を抽出すると、8月7日は447万、2日、9月4日563万とかね、10月9日251万、10月9日238万、この立憲の収支報告書と福山事務所の回答を照合すると4だけ300円の違いあるものの、この他は全て支出も金額も一致していると、その支出先を収支報告書でたどっていくと4回のいずれも CLP ではなく大手広告代理店の博報堂だったことが分かると、うん、博報堂を動かしているのは党本部事務局長の秋元雅さんです、何億もの金を博報堂に湯水のように流し込み、しかも党内では福山さんのようなほんの一人の人しかその人を知らない、秋元さんは元シーズが関連するブルージャパンへの資金提供もほぼ独断で決めたと言われていて、これは闇は深いと、はい、この秋山氏っていうのは秋元さんがですね、はい、このブルージャパンのにもですね、はい、絡んでいて、うん、そのブルージャパンっていうのは学生運動の元シーズのメンバーが設立に関わったとされる、会社でですね、うん、ウェブサイトや SNS を利用した広報宣伝やイベント事業の企画を主に行っているが、はい、ここに立憲から設立の2017年に広報業務委託として1846万円、18年に1億7015万円、19年に3億8366万円、20年には3億4591万円、合計9億1818万円を支出している、はい、このブルージャパンというのもおかしな組織なんですよ、そうですね、ここも徹底的にやっぱりその追及しなきゃいけないんですよ、これは、はい、はっきり言って。秋元さんっていうのは中央大学で社会党の青年組織から出てきた、はい、これは先月日本社会主義やったんですけどね、はい、そうなんです、はい、同年、青年同盟解放派に関与して、はい、まあ、活動家ですよね、うん、そうなんです、はい、でこんな人をそのなんていうかその党の中枢に入れてね、そうですね、そういうそのお金を差配させてるってこと自体がね、はい、立憲民主党としては非常におかしなことなんですよ、うん、福山、はい、もっともっとこれ追及しなきゃいけないんですよ、そうですね、うん、これも新聞はほとんど書かないんだよ、うん、そうですよね、うん、そう最初ちょっと、はい、その事実としてさらっと書きましたけど、はい、各紙、はい、その後の追及は全然ないですよ、うん、これ、はい、うん、これが逆だったら大変ですよ、これ、そうですよね、うん、
毎回ってあの自民党を攻撃するとそれ以上のブーメランを食らってますよね。あ、そうね。見事にね、今回もなんかもう3倍ぐらいの、うん、え、いや食らってるじゃないですか。これは大変ですよ本当に、はい、CLP 問題、そのブルージャパンの問題、ぜひですね、はい、もっと詳しくっていうか、うちではまあこれからもやっていきますけど、うん、あの追及してほしい。福山は今度参議院選挙ですからね、はい、あの今年の夏は、はい、京都であのちょっと危ないという話もあるんですけどね、うん、これを落選運動しなきゃいけないですね、はい、本当に。いやもう本当ですよ、こういうことを、うん、枝野のね時にも、うん、この真っ当な政治って言いながら、うん、あのやってたわけですからね、うん、はい、そうなんですよね、裏工作を、はい、そうなんですよ。でこれ本当にその立憲が全然対応しようとしないのが現執行部がおかしいよね、うん、そうですね、うん、